ファイブをお楽しみいただいている間に、近くでご覧になっている方にも今日の花火大会の感想などを伺いたいと思います。はい、この方に伺いましょう。お名前は何とおっしゃいますか。はい、山内と申します。山内さん、今日はどちらにお越しいただいております。広島からお越しさせていただいております。大きからですね。ありがとうございます。ここまで来る間、いろいろ渋滞だったり、あるいは電車出したら混雑したり、大変だと思うんですが、そういうことが全くないのが不審で影響ということでございましてですね、はい、昨日も天気が急に雨が降ったりしたんですけども、私動いてる時には全く降らないんですよ。本当にご感をいただいてました。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、拍手も上がっています。さあ、今日のですね、この花火大会ご覧になっていかがですか。はい、今日の花火はもちろんなんですが、私、実は両親が4年ほど前にご縁をいただいてるんですけども、その前に、入信前の父が私と一緒にこの花火を2年続けて見させていただいていて、母親のことをぜひ花火を見せたいということで動いてご縁をいただくという経緯がありまして、本当にありがたいことだと思ってます。今日も感動させていただいております。この花火大会が取り持ったと、はい、そうなんです。素晴らしいですね。皆さんお気になりますですか。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。さあ、もう一方伺いましょう。続いてはこちらの方です。お名前は何とおっしゃいますか。はい、松本君が参りました。半田と申します。半田さん、はい、松本からまた遠くですね。はい、いつもですね、はい、お名前くんを楽しみにしております。はい、はい、さあ、そして今日ご覧になっている花火いかがですか。いや、信州では諏訪湖の水上花火大会っていうのが有名なんですけども、こういう山で見る水上、山のスターマインっていうのは本当に素晴らしいですね。感激しています。毎年新しい花火を見させていただくのを楽しみにしております。はい、ここで一気に気分は初夏から真夏へ。あとばっか、笠原さん。はい、それはご覧になってのお楽しみということで、参りましょう。スターマインパステルフラワー点火。皆様いかがでしたでしょうか。パステルフラワー、そして南国ビーチ。